吉さんあれからはや8年9年経ちますけどもセルフバックの状況も随分変わって今から始めても300万稼ぐのはまあ至難の技でしょうね当時も難しかったと思いますけどもまあでも当時のねやっぱりこう数十倍難しくなってるんじゃないですかで私は新年にねちょっと速化塾の中で一つの目標を立ててやっていこうかなっていう風な新コーナー作ったんですけどもそれがね 毎月2万か3万ぐらいを稼いでいくコーナーですねセルフバックを使ってポイントサイトも使ってみんなの銀行もやってって感じでやるんですけどもまあ毎月2万3万稼いでいってですね年間で230万プラスアルファで、まあ、そのコーナーだけでね目指していければ速可塾の費用もきっちり払えるしそれからやっぱりね年間年収を10万20万30万ぐらい上げるっていうのでも大きな自信になると思うんですよ。もちろん その稼ぐ模様をつわものは YouTube やブログに残してアウトプットしてそこからセルフバックを指導するっていうねコンサルを始めていただきたいですけどもねあとはなんか無料プレゼントそこからも作れますしもう無限に広がってるわけですよリアルでセミナーやってもいいと思いますしねであとは毎月2万3万を稼ぐっていうのをちょっとね変えて毎月1万を稼ぐっていうのでもいいし毎月10万を稼ぐでもいいしもう、まあ、バリエーションが本当無限に広がっていきますからね まあどちらにしても私は速化塾の中でセルフバックで身を立てたところがありますんでねその第一歩稼ぐ稼がせるこういったことをテーマに自身のコミュニティをやっていただくときにはこうやってセルフバックはもう必須かなとポイントサイトやみんなの銀行この3つのね黒い3連星でやっていただきたいかなと思いますねはい新年も稼いでいきますよあちなみに今日も商品売れてますおかげさまでもうね12月でね毎日 売れますね、うん、やっぱこう際になって来年から絶好のスタートを切るんだっていう思いをたぎらしている方が多いんだと思いますまあですのでこの時期にね商品やサービスを作れたり売る力がある人がやらないのはどちらかというと罪だなと思いますよね新しい自分になろうとしてるのをこの、ね、やっぱり応援してあげる意味でサービス商品売ってあげるというのかな偉そうな言い方になりますけども 商品誰かが売らないと買うこともできませんもんね選べないですからね高級車を売ってくれる人がいるから高級車買って乗ることができるし外に出かけようと思っても靴や下駄を売ってくれる人がいるからそれを買って出かけれますしね、うん、で、あれなんじゃないですかなんかあのバットを買っても空振りばっかりの人もいればホームラン打つ人もいればバット 置きっぱなしにして、素振りすらしない人もいると。まあ、あの教育コンテンツとかも似たような感じですよね。うん、以上ですね。いってらっしゃい。